24番の選手です。栃木県にあります小山乗馬クラブから黒須春子選手とマイハートビートです。スタートに向かいます。黒須春子選手を乗りますマイハートビート。この馬は北海道の安平町にありますノーザンファームで生産されました7歳になります競走馬。ゼンノロブロイとトゥービーの3球。競走馬時代も現在と同じマイハートビートという名前で、立東の高橋調教師のもと中央競馬19戦3勝という競走成績を持ちます馬。2020年9月19日の中山競馬を最後にしました。さあ、ダブル障害 A から B とクリアしました。2段階に入ります。この馬は G1 レース2017年12月28日のホープフルステークスにも出走いたしました。さあ、ここまで減点がありません。残すとかと一つ、最終の11番障害、これをクリアいたしまして今フィニッシュです。2段階目走行タイムが26秒85、減点がありません。減点ゼロです。28番の選手を迎えます。北海道にあります早北エクワインファームから柳川正成選手とステッフェリオです。スタートに向かいます。柳川正成選手と乗りますステッフェリオ。この馬は北海道の千歳市にあります車台ファームで生産されました8歳になります巨勢馬。ステイゴールドとシリアスアティチュードの3区。競走馬時代も現在と同じ名前で、立東の音無し調教師のもと中央競馬29戦8勝という競走成績を持ちます馬。2020年6月28日の阪神競馬を最後にしました馬が、まず1段階目の最後の障害ダブル障害をクリアしまして、ここから2段階です。この馬は G1 レースにも出走経験があります。2019年の大阪杯7着、宝塚記念7着、そして2020年の天皇賞春では2着という競走成績を持ちます馬。さあ、ここまで減点なく走行中、そして小さく回ってきました。この10番障害斜めから残すとかと一つ、最終の11番障害、これをクリアしまして今フィニッシュです。走行タイムが25秒51、減点がありません。減点ゼロです。6番の選手を迎えます。栃木県にあります那須トレーニングファームから広田大和選手と名将良花です。スタートに向かいます広田大和選手。この選手は高校2年生のライダー。乗ります名将良花。この馬は北海道の浦河町太陽牧場で生産されました5歳になります巨勢馬。サウスビグラスと名将福姫の3区。競走馬時代も現在と同じ名将良花という名前で、立東の荒川調教師のもと調教されましたが、競走馬としては出走することがありませんでした。さあ、競走馬として出走することはありませんでしたが、この馬術競技でダブル障害を今クリアしまして、これから2段階に入りました。さあ、高校2年生がどういった走行を見せてくれるか。ここは小さく回って向こう上面にあります障害物ぐるっと回転した。
して、ここを小さく中盤障害をクリアしまして、残すところあと一つ。さあ、トップタイムになるか。最終障害、これをクリアしまして、今フィニッシュです。走行タイムが24秒09、24秒09、現在トップ。